どうもこんにちは、なっちでございます。3月の22日、昨日ですね、3月21日の21時から、モンスターハンターアイスボーンのね、生配信がありまして、生配信というか生放送、録画生放送的なのがありまして、そこでモンハン本編にアルバトリオンが登場と、復活というね、情報が出ました。モンハンコラボ、まさかの予言というか、あそこから決まっていたんでしょう。激光したラージャン追加されましたね。あいつも復活します。明日もう明日です。で、なんでここでアルバを出してしまったんだっていうね、アルバって出していいのかみたいな、モンハンコラボに、こうパズドラにね、他の作品出していいのかって感じだったんだけど、今考えてみればちゃんとね、そのアイスボーンの今後の予定を考えた登場だったんでしょう。なんでモンハンコラボは伏線になっていたと。じゃあもしかしてこいつも、それはねえか。はい、ということで、まあせっかくなんでアルバトリオンをね、使っていきましょうということで、アルバのリーダースキルめちゃくちゃ難しいんですよ。火と水が必要とかいう、なんかね、ベルダンディとかウルドンみたいなこと言ってくるんですよ、こいつ。アルバこそ多色だろってね、アルバこそ変身だろって今だと言いたいんですけど。ってことで、アルバトリオンシステムです。出ました、またまたやってきました。アルバトリオン毎ターン使っちゃおうぜっていうシステムなんですけど、前回は裏闘技場普通のやったわけですね。今回は異形です。裏異形も多分ね、今ならいけなくない。多分当時僕の知識なかったんで、多分今ならいけます。ただアギダインだったり、それぞれね、使いたいスキルはあるんで、毎ターンアルバを使うっていうわけではなくなるかと思いますね。吸収無効も必要なわけだし、いきましょう。なんか懐かしいな、すごい光景だよな、このパーティーな。水か火をたくさんつなげるパーティーです。なので、もうとりあえずね、つなげていきたいんだけど、めちゃくちゃ操作時間短いんですよ、このパーティー。やることに対してね、指が短い点には注意ですね。とりあえず、まあ貫通はできないと思うので、全体を入れて、でもね、回復力がね、上がってんのありがたいんですよね。両方の属性が必要っていう難しいことは言ってきますけど、回復力も半端ない。回復ダウン飛んできてやっと普通の回復力ぐらいじゃないかな。で、追い打ちがないんですね、リーダースキルに。なんで追い打ち分を待たないといけない。今回はね、ミッキーの武器で追い打ち対策はしてあります。あれ、雲もね、稼げていいんですよね。属性ボーナスも入るし、非常にありがたい武器です。これ7コンボ組みながら追い打ちとか可能なんでしょうかね。やってはみますけど、落ちコンもあってなんとかって感じ。神と悪魔に対してね、強いのはいいんですよ、覚醒的に。ただこういうドラゴンだけのやつとかはどうなるか分かりません。勝った、嘘でしょ、無効感しますわ。神羅万象は必要ないので、てか爆炎ブレスから使っていこう。こいつのね、真骨頂はね、無効貫通にあるんで、無効貫通を組んだ時が多分一番半端ない火力を出すんで。危ない。はい、324。なんでそんな落ち込んくるんですか。なんか無効貫通組んだのバカバカしいぐらいね、今水が繋がって降ってきましたけど。はい、最悪。ここはもうおとなしく耐久しましょう。ちなみにスキブもね、意外とね、ないんですね。なんかごついキャラクターってね、大抵スキブプラスとか持ってそうなんですけど、こいつ持ってないんですよ。ごついキャラクターっていうのもなんかよくわからん話ですけど、なんか持ってそうなね、イメージがありますよね。スキブプラスぐらいないんですよね。ドリームオブハピネスいらんくね、なんか溜まったけど。ここは水の無効貫通でいいのかな、どっちがいいんだろう。
還元されちゃうね、火で組むよりかはみたいな。でもドロキョはあるしな、副属性は3分の1だしなみたいな、難しいとこではありますが、水でいきます。多分こんなんでいける。神キラーなめんなよ。神すらもね、恐れさせる古竜ですからね。なんかアイスボーンは神域っぽくなかったですけど、ステージは。そうか、こういうとこも組まんといかんわけだ。爆炎ブレスでいきましょう。キラーに無効貫通必要って面白いよね。とりあえず無効貫通しとけってパーティーだからね。はい、パンツァーです、パンツァー。ここもまあ変換すれば無効貫通でいけるか。ただ使うスキルがありません。色を出します。彼も水を作ってくれたはずです。サンキュー。君のその水生成はね、自分を苦しめることになるんですよ。危ねえって、危ねえって、怖かったって。今のもし無効貫通だけ組めて追い打ち組めなかったら負けますからね、これね。さあ、アギダイン溜まったんで使っていきましょう。タイミング的には良かった。延長ありがたい、延長マジでありがたい。とりあえずアギダイン。これそう、すごいのがね、このダンジョンってそんなお邪魔耐性は必要ないんですよね、個人的な意見としては。神羅万象とアルゾディアだっけ、これとアギダインで 100% になるんで、非常にいいなと思いました。ちょっとこれ使っていい、ドリームオブハピネスいらんから使うわ。毒消しがてら使うわ。しかも結構火作ったわ。それはナイスなんだけど、あの人のコンボ吸収をご覧ください。ちょっとこのパーティーには非常に相性の悪いことをね、おっしゃっております。水あ、でもそうか、コンボ加算がアギダインは入るんでしたね。ここは吸収無効を、この爆炎ブレス使おうかな。コンボ加算があるうちにやっときたいよね。ダメだな、お邪魔が降ってくるってこともあって、なかなか8コンボに到達できません。せっかくの延長をさ、こいつにあんま割きたくないんですよ。貴重なんですよ、その延長。もったいないんですよ、ここで時間を食ってしまうのは。マジで落ち込んこねえな、さっきから一個も来てないよ。ゼロはひどくないですか。こんなんで倒せると思えないんですよね。相手神でも悪魔でもないんで、これ耐えちゃうんすよね、きっと。耐えちゃったらめんどくさいじゃん、それはそれで。落ち込んが来たけど足りない、やばい、もったいないぞ。しんど、マジで。いいやん、一個ぐらい来てくれても落ち込ん。火まで待つよ。少しでも希望を持って火まで待つよ。無理でした。ほら、コンモ、ゼロだもん。とことんゼロだもん。そんな悪いことしました、僕なんか。頼むよ。ゼロだもんな、マジで。どうやって突破しろと言うんですか。じゃあ。嘘でしょ。じゃ、本当に本当に本当に。
本当に本当にライオンだって、マジで延長終わっちゃうから、もう10ターンぐらいやってるから。ここでやっと来た。おお、ふざけんなふざけんな、来るときドボドボ降ってくんのやばいだろう。この火力の低さ見ました皆さん今の。え、繋げたよね、何今の。すんごいしょうもないダメージが入ったんだけど、さあ再び、やばいやばいやば、無効貫通ないとこれ削れんやん。嘘、それはやばいって、無効貫通でさ急コンボはやばいって。いや、いけるんかい。あぶねえ。マジであぶねえ。戦力咲きすぎだろ、あそこに。ちょっとこれ、キラーが刺さらん敵には要注意だし、多分今後はもう無効貫通を前提にやった方がいいと思います。いいと思う。うおーい、やばいだろう、それは。無効貫通したいって言った矢先にそれはやばいだろう。早すぎだろ、ルーレット。あ、すごい。落ち込んすごい、落ち込んすごい。なんか倒したわ。落ち込ん待って倒したわ。できるだけルーレット稼ぎたいんだけど、時間をね。ただ、あれも嫌なんだよね。延長が終わっちゃうのも嫌なんだよね。いろいろあったとはいえ、やっぱあの延長は助かりますので。で、ここもさ、悪魔キラー入るとはいえですよ。入るとはいえですね、使った方がいいんでしょうね。水を出す。水出して無効貫通。追い打ちやった今。やってないね。追い打ちをね、組んでたはずなんだけど、どうなってたかわかんないっす。なんか多分なってました。覚醒無効解除を使ってしまいます。いや、大丈夫かなこれ使っちゃって今の。あれ来たらやばいんじゃない？ハマルちゃん来たらやばいんじゃない？何をミスっとったか全然わからんのですよね、さっきの。あと20ターンは厳しいですね。ここで多少溜め直せるとは思うんですけど。何かとね、水の方がね、色がすごいんですよね。水で攻めやすい盤面が出がちなんですけど、こいつ水半減あったはずなんですよね。大丈夫かな。行きましたね。シャレにならんな、マジ無効貫通。マントイマントイマントイ。延長はありがて、延長ありがとうございます。結局ファイズは使わなかったと。じゃあまあ泥鏡として取っとくのもありかな。でもな、アルバが何回も使えた方が優秀な気はするんだよな。マジでコンボ吸収が厳しすぎる件について、コンボ吸収厳しすぎる件について、このパーティーにとって、マジでやばすぎる。コンボ加算欲しすぎる。もうこれでも足りんもん。コンボ吸収剥がします。なんかリーダーチェンジとか無効化だったはずなんで、両方ともバッチコイなんで。残念だったな、そこもアルバトリオンだ。そして残念だったな、無効貫通は得意分野だ。待って、延長が終わっているではないか。それは効いてないではないか。火と水を何個以上つなげたら2コンボ加算とか欲しいよね。今の時代だったらつきそうだよね。
そんなにないのかな、リーダースキルの文字が入る部分がね。すごい地道ではあるんだけど、なんだかんだここまででも来たんだよね。勝ちましょうや。ここまで来たからには。これは耐えそうだよな。ただバインドも回復できたわけだし。オッケー。倒していく。そして潜在玉ドラ。お前らには無効貫通が必要だ。アギダイのやつを使おう。いい盤面してますね。玉ドラでいい盤面されてもなって感じなんだけどね。無駄にいい盤面。はい、来たよ。ハマルちゃん来ちゃったよ。ドリームオブハピネスを貯めておくことに成功してますので。てかもうそう、マンティとかで苦戦しすぎてさ、スキルダメの心配とかなかったわ。嫌でも溜まったわ。使います。でこのターンは待ちます。神キラーあるとはいえね、無効貫通ないとなんか不安なんですよね。それがアルバトリオンです。サブにコンボ強化持ちとかいたら多少は変わったんでしょうけど。ちょっと待てや待てや、このパーティーに落ち込んなしはやばいんで、ここはもうね、とりあえず耐久ですね。10ターン耐久して根性剥がして無効貫通でかけていくみたいな感じだよね多分。追い打ち無効貫通をね、そんなポン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 狙ってらんないと思うんで、とりあえずファイズ使っとくわ。多分これもう使わないんで、ファイザーも使っておく。で、まあ、アギダインとかたまらんようにね、適度にスキルを使いながら。アギダインでコンボ加算はありな気もしてきたけどね。アギダイン使ってみたいと思います。コンボ加算は多分必要でしょう。で、追い打ちがあるんで、追い打ちを組む。で、一旦無効貫通だけを考えて組んで、あー繋がってもうて、しかも無効貫通も組めてなくて、組めてなくて、しんどい戦いになりそうだな、ここ。ドリームオブハピネスが溜まっていく。悪くないんじゃないこれ。ダメですね。いや、しんどいな。なんか無効貫通がね、上達してきましたね。ただね、思いは届かないんですね。てか今気づいたんですけど、これ無効貫通じゃなくても普通にね、こうやって削っときゃいいんだ。今更ですけど、もうこれにしよう。さすがにキリがない。ちょっと今日落ち込ん先輩がね、スカーレットじゃなくてティターニアか、あの辺からもおかしいほど調子悪いんで、今回やたら協力的じゃないんで、もう彼に頼ることはやめて、ちみちみ削っていきましょうよ。やっと終わりが見えそうだ。もう最初からこうすればよかったね。なぜか無効貫通でしかいけんもんだと思ってました。まあ、無効貫通でいけたらね、一発なんでね、楽なんですけどね。そこまでがね、その過程がすごい大変なんで。追い打ちは必要だし、色も必要だし。倒したんじゃないですか？耐えましたね。まあ、それが来るかもと思ってこれ取っといたんですけど、これはさすがにさ、いけるでしょう。もうほぼ平積み的な感じでも。よし、50ターンほどかけてようやくバースを突破しました。
さすがにこの先負けるようなことあってはいけませんね。うわ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 、出やがった出やがった出やがった。とりあえずここはゼロコンボでいきます。で、根性を外します。追い打ち無効貫通なんていう、もうね、あんなことはごめんなので、根性を外して無効貫通ドーンでいきましょう。で、このパーティーね、そう、ドラゴンキラーがないんで、ドラゴンにあんま強くないんですけど、ありがたいことに悪魔タイプの方が出てくれたんで、ここは得意分野ですね。根性が外れていく。ファイズ帰ってきたのやばいだろ。もう倒していいかな。盾も張ってないし、やっちゃいましょう。爆炎ブレスいきます。今回は気持ち火ドロップで組んでおきましょう。なんか大事な場面は種属性でいきたい。まあそりゃ余裕でしょうね。こっからも余裕じゃないと困りますよ。ニャルちゃん、ニャルちゃんも爆炎ブレスでいきます。爆炎ブレスで追い打ち分もあるんでね。怖かったのはここで追い打ち分がないこと、無効貫通分がない。なるほど、それはなるほどだね。火を消せないとか、あのめんどくさいことをしてこないことを願って適当にコンボします。火が消せなくなるやつだけはやめてくれよ。回復欠損したね。回復欠損も効いてないね。毒が結構降ってくるね。うん、やばいね。いろいろとやばいね。よろしくない状況だね。回復が降ってこないね、追い打ち分が。色が変わんのはいいんだけど。てか、追い打ちいらないじゃん、こいつ。今気づいたよ。これでいきます。まずは間に合うかどうかですね。間に合わせていきましょう。回復も絶対しろ。回復も絶対にしろ。なんとかいけそうだ。オッケー。さあ、ここです。あとは。ヨグね。もうヨグの方が楽でいい。とりあえず変換してみて。ああ、いいね。色数的にはちょうどいいね。泥強していけるかな。無効貫通の火力をね、もう僕はもう信じてますから。いきます。このちょうど無効貫通が組める盤面の方が、その、繋がっちゃったとかなくてね、楽なんですよね。安心感が違う。その毒は安心感がやばい。安心感じゃない、危機感がやばい。あぶねー。ここでマジさ、毒の落ち込んとかやめてよ、最後に。フラグじゃねえぞ。危な、ちょっと右待ちになっとったの怖かったわ。なんとかです。なんとか勝てました。まあ、あの、レーダー流あたりからもう楽勝ですね。無効貫通の見せどころというかさ。コンボ吸収だわ。マンティだったり、ティターニアだったり、バースだったり、あの辺やべえわ、マジ。ってことで今でもね、十分艦隊でもこんだけ強い性能は持っております。ただモンハンコラボ、個人的にもう一押し欲しい。最近のねコラボを見てるとね、そう思います。石10個ですしね。まあ、次どのタイミングで復活するか分かりませんが、期待しています。以上、ナッチでございました。バイバイ。